ということでね、ちょっと電波が悪い場所から移動してきました。こちら住宅街なのでね、あまり大きな声を出せませんが、やっていこうと思います。心霊ズバッと。今いる場所は狭山池公園というところでございます。こちらね、周りが住宅街の中にあるこじんまりとした公園なんですが、ここいわくはね、そんなにメジャーじゃないスポットなんですが、女性の霊の目撃があるという話が書いてあったので行ってみようと思います。一応ね、うちの配信はここ心霊スポットだぜと紹介する配信ではありません。生でね、その場所、噂の場所に行って検証しようという配信なので、全て生配信の映像となっておりますので、手ぶれとかね、電波とか、さっきも電波悪かったんですけど、そういうね、不具合いろいろあるのはね、しょうがないと思って見てください。よろしくお願いいたします。行ってみましょう。早速池があるのかな。この絵の前も池っすね。これ窓さん、ここかでは、ちょっと写真撮ってきます恒例の今撮った映像を生で皆さんに見てもらって、何かいるか判断してもらおうというコーナーでございます。今撮った写真はこちらです。窓さん、ここから出ます。リアルはこれなんですけど、ナイトモードやばいっすね。え、いきなり俺の目の前にカモが集まってきた。カモカモですね。カモカモしちゃいそう。美味しそう。iPhone ですね。これもしっかりしてるんだな。これ周り住宅街とは思えない。くないですか？これ周り住宅街なんですけど、なんでこんな趣のある公園だと思わなかった。電波大丈夫ですか？すごいね、こんななんか浮島みたいな感じになってるの。ここ写真撮っときます。一人ですよ。私はほぼ一人です。9% ぐらい一人だと思います。
の木の根すごいよね。それさ、これのんけって意味さ、しばらく昔知らなかったんですけど、のんけですね多分。これさ、のんけって意味知らなくて、俺 SD さんにリアタツした時に、クルさんってのんけですかっていうコメントがあって、 SD さんがのんけですよって言ってたんですよ。俺さ、のんけって意味が未だにというか最近やっと知ったんですよ。怖くないですねこれ。実はね、見えます？これ住宅街の真ん中なんですよ。これすぐこの池の向こうが住宅街なんですよね。ほんと周り住宅街とは思えないビューですけど、雰囲気が、これ住宅街じゃなかったら結構怖いかもしれない。ただね、横に街灯があんだけあって家もあるからね。ただここはマニアックなスポットなんですけど、そう多分大きくは出てないと思うんですけど、スレとかにあったんですよね、ここの情報。昔の心霊スレとか右向くとこれですね、左向くとこれですね確かにギャップ半端ないですね。普通にここだけのビューを見たら、めっちゃなんか山の中にある公園のイメージじゃないですか。これここだけのビューを見たら、すげえとこに来てるね、クルさんってなるけど、これ後ろ向くと、あの住宅が。ギャップ感いいっすね、ここ。逆にちょっと怪しまれるよね、こういうことやってたら。お、なんかいる。錦鯉かな。鯉がいる。燃えちゃいますね、これ。普通にあの近くの住民に通報されそう。こんな山中配信なのに。すごいな、ここ。女性の霊が出ると言ってたのは、これ普通に住民が出てんじゃないですか、ここの。女性の霊ってさ、あそこの住民がさ、ちょっと夜中に悲しいことあってさ、ちょっとお家から出て一人でさ、しくしく泣いてる時とかにさ、遭遇しただけじゃないの、これ。防犯カメラ作動中だって。何をいたずらするの。すごいな、ここ。こんにちは。よいしょ。なんかいる、何あれ。なんだ、罪は。積み合って顔で見られた、眩しいんだろうな、きっと。ごめんなさいね。なんかあそこに浮きみたいのがあるね、多分ね。焼いて食べたい。こっちですらしい。こっち住宅だもん、こっちの先も照らせない上を。すごい公園だね、ここ。ちょっと衝撃だからですよ、このカモ取っとこう。ちょっと写真撮ります。
え、なんで無音になってる？いつから無音？カモから？いつから無音でした？申し訳ありません。あ、写真からか。すごいよね、このカメラ。ちょっと住宅街だからあんまりね、照らせないけど。それ家、もしかして。そこに家、トイレか。面がさ、住宅街だからさ、うわ、結構怖い。なんかこの木の木道、これなんかありますね。なんて書いてある？アメンボの池ってのがあります。アメンボの池です。いや、これ普通の木道が住宅街に向かっていってる。ほら、もうこれ、これ目の前住宅。すごい怖い。なんじゃこれ。出ましたね。すごいね。ほんと住宅に囲まれた森みたいな。ここは常に、この池の周りは元からじゃあ森だったんですかね。これなんか作られたのかな。これ元が森で残してあるのか、この池自体は元からあってその周りは森だったのを開拓して住宅にしてるのか。揚げて食べると、あ、そうなんだ。元はここら辺一帯がこういう森だったんですかね。ね、注意の看板多い。まあ住宅街だからっていうのもあるのかもしれない。ちょっとあの明るいのは何だか見たいな。トイレかな。あ、住まい撮っとくか。防犯カメラとか言ってるから、俺のこのスーパーライトを照らしてやるか、防犯カメラに。カメラ作動中とは書いてあるんだけど、カメラが 見当たんないんだよ。どこにあんの？どうしようもない池沼？開拓できなかったってこと？遊具とかある。トイレっすね、やっぱこれ。甘いものする人とかもいるってこと、ここ。レディ。やばいぞ、これ。真上パターンだ。止めるのに至難の技パターンだ。ちょっと待って。
濡れ、アイムびしょ濡れ、オーノーオーノーオーノー。90までいかないけど84点あげます。84点差し上げます。オーノービシャヌーレ確かにやべえ、超濡れた手が。ここも防犯カメラって書いてある。トイレ、注意書き多いな注意書き多いな、この公園。トーマスモドキと恐竜、安心感のある通りですね。夜中も明るいし、あ、さっきのカモのこっち側に来た。さっきのカモくんまだここにいますね。すごい自然あふれる住宅街の一角の公園っていう感じですね。ちなみにそこに86が止まってますね86が、86じゃないあれ。パンダトイレのある。もうボロ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 っすけど。なんだここは。なんであれ廃車すんのもったいないのかな。イネジーでありますよね。それね、もう昔ねそういうことやってた時があるんですよ。こっちはなんだ、こっち行ったか。ちょっと手ぶれがすいませんね。ナンバー一応ついてましたね。あ、この上に防犯カメラがありますね。ここに。さっきのところにはなかったね。あれじゃない、やっぱさ車って愛着ある人多いから、乗り換えても捨てられないで税金だけ払ってるとか、お金持ちの。もうここ出ちゃうかな。
なんかあるよ。何これ。何これ。蛇食い十右衛門。狭山池はなんとか何の池って書いてあるの。これ百姓が水浴びをしてたら小さな蛇が絡みついてきました。力持ちのその蛇をつかみ噛みつきました。途端に空には大荒れとなり、小さな蛇はたちまち大蛇となり、傷口からは血が流れ続けました。池の水は枯れ、小さな池となりました。菅の池。すごいね、ここ入らないでね、多分このこいつのとこですね。まあもうこれだけなのかな、ここは。あれ、ちょっと待って、あそこに何かあるの。あれなんだ、あれ、なんかあそこに何かある。あれ行ってないな、こっちから行くのかな。どうやって行くんだろう。あからさまなスポットなのだ。水の災害があった。そう、なんか蛇が噛みついたせいで血の池ができちゃってどうのって書いてありましたね。きっとあっち、これ住宅街だから一応電気はつけてないともっと怪しいものになるから、こういう風にやっとこうか。徘徊ジジイ散歩みたいな。普通のこう住宅街。馬頭観音。なんかいろいろあるのかね、ここ。あ、なんかある。あ、神社があるわ。神社がある。写真撮っていい。これちょっと写真撮ってきます。厳島神社ですね。失礼いたします。うわ、なんかあるよ。あれ、何あれ。厳島神社ですね。もう池に向かってあるね。弁天みたいな感じ。うわ、なんかすごい珍しいタイプの神社だな、これ。ゆっくり開いてるとこがもう祠みたいな。
夜鎧着てったことないな。俺鎧着てったことないぜ。なんか十字上司しっかり管理されてますね。ヤクルト、さっき誰かヤクルト飲んで寝ようとか言ってなかったっけ。一応ちょっと正確なんで、おさい銭はここら辺に小銭があった気がする。何円だこれ。50円です。50円。そこ突っ込みどころが違うんだ。50円だった。あのカバンに入ってる小銭が手に取ったのがたまたま50円だった。じゃあすいません、大変申し訳ないのですが、パックリ開いてるところでやらせていただきます。皆さんもご一緒にお願いいたします。パックリ開いておりますが、合言葉はバケラッタとコメント皆さん打っていただけると嬉しいです。いきます。狭山池公園というところのね、津久島神社でバケラッタ。ごめん、風呂入ってないんだって。だからもうそれ言わないでくれよ。笑った、結構ショックなんだよそれ。しょうがないんだって、仕事明け風呂入ってないんだから。まだ仕事明け風呂入ってないんだから、嫌な匂いを勘弁して。でも今黄色だよね。緑じゃなかった気がする。黄色だよね多分今。ちょっと住宅地の電気あんまつけないで、中のあの池の前でもう一回やりたいね。これ入れるかな。入れない。ただのなんか憩いの場だ。ただの憩いの場。入れなかった。服を着てるから匂うのだよ。どういうことですか。服脱いだら匂わない。キリンの自販機が。一周歩けましたねこれ。何これ、営業中って書いてあるけど、何なのこれ。何これ、わかんない。何の場所なのかすらもわからない。あれ朝だし、チェーンナーで配信したらピーちゃんが来た時に連れ去られちゃうよ。入り口に戻ってきたけど、もう一回池に行かないと化けたもんね。無人販売所みたいでした。あ、バケスケープさんいらっしゃい。なんでなんか大文字にランクアップしたの。
まだ食材いるかしら。どういうこと？ここはね、周りが住宅街に囲まれてるのに、なぜかすごい雰囲気のある公園です。周りは住宅街なんですけど、ここは女性の霊が目撃されるという噂があります。ただね、もうこれ来てみて分かりましたけど、絶対そこら辺の住宅の人がちょっと家にはいられない理由で一人しょんぼりこの池のほとりに来て私が何をしたって言うのよって泣いてるのを多分普通に歩いた人が見つけて、やべえ幽霊がいるって、多分そういう感じだと思いますね。帰り山田うどん埼玉県民は山田うどん食わないんですよね。千葉喧嘩からの心霊スポット、千代城の幽霊、西田と岸由紀なの。来たことある？マジですか？でも地名わかんないんですけど、狭山池公園というところでございます。じゃあ一応池がこう見えるところで2回目のパケタも行こうと思います。本日これもラストですね。パケタはね、じゃあ行きますね。女性の霊がうごめいているのか。わらたん2回目行きます。これでまだ臭いって言われたらもう超ショックなんだけど、行きます。2回目、皆さんもバケラッタとコメント打っていただけると嬉しいです。バケラッタ、バケットって黄色なの？これさ、後ろに気をつけてって昨日も言ったんです。昨日じゃねえな、一昨日？写真撮っとくね、後ろ。多分この前上尾の丸山公園というところでいきなりポーンってなって、後ろに気をつけてって言われたんですよ。であれって赤か青しかならないやつなんですよ。自分が押した時じゃないから。自分が押した時は5色なんですけど、その勝手にこいつがポーンってなる時は霊がいるっていう時にしかならないので赤か青なんですよ。後ろに気をつけてって言われたから俺完全赤が出たと思ってたんですけど、今黄色で同じこと言ったね。八王子で西が幽霊になって裁判の証人として出廷したでしょう。へえ。あ、映画なんですね。よし、じゃあ戻りますか。もうこれ以上回る、もうこの公園によくここまで隅々回ったなぐらい回ったんでもう普
通の人だったらこんな回んねえだろぐらい回ったんで、もうこれ以上何もするところがないから、この狭さでここまで回ったからね。フライングスポットもありますね。ここから助走をつけて鳥人間コンテストみたいなのができますね。入水してない。時間も時間ですしね、こっから結構一気にみんな寝る時間で一気に減ると思うんで、しかもゴールデンウィーク明け最終日だし、ちょっともう一箇所動画撮らないけど久しぶりに行こっかってところ、写真だけ撮ってこようかな。せっかくここら辺まで来たんで、じゃあね、ちょっと動画の締めをいきます。はい、ということでね、東京都ですね、瑞穂町かな、狭山池公園というと、実際ね何の知識もなく、まあとりあえず地図を見た限りそんな広くないなと思ったんですけど、まさかのね、なんかやっぱこれ来てみないと分かんないですね。住宅街の中とは思えないこの鬱蒼とした森と、あとね神社まであって木道とかもあってね、すごい雰囲気のある公園でした。もし何か感じたら YouTube の方はね、秒数と何が起こったかをコメント欄の方によろしくお願いいたします。生放送の方はね、ご視聴ありがとうございました。ではチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。あじゃーしょ。